ふみちゃん。ふみちゃん、皆様にご挨拶してください。皆さん見てくださってありがとうございます。こんばんは。皆様こんにちは。おはようございます。おやすみなさい。私の名前はスミと言います。北海道釧路市に住んでいます。以上、スミでした。次は黒です。黒は体重が7キロ以上ある大きな男の子で、毎晩私の布団で一緒に寝ています。スミと黒が仲良く一緒に寝ている様子です。見てくださってありがとうございました。さようなら。スミは声を出して泣かなかったので、泣き声はアプリの中の猫ちゃんの声を使いました。